写真特集、みずみずしい笑顔全開、10代の頃の広末涼子、像画、広末涼子、舘ひろし&黒木瞳が、美しすぎて、新垣結衣&広末涼子&永野名刺生活、結婚観について語る広末涼子、観客500人か、他のサプライズに感涙、頑張った甲斐がありました。ロバート秋山が広末涼子の、名物マネジャー、に、改名、かけて謎のゲーム対決広末涼子がキュートなメガネ姿披露メガネベストドレッサー受賞。